ひえひえい、冷蔵庫マン参上、ひえひえい。どうもこんにちは、冷蔵庫マンです。今日紹介する作品はね、ネットフリックスオリジナルドラマです。もう3回続けてオリジナルドラマ紹介していきますが、まあ、おうち時間楽しむってんでね、まあ、ネットフリックスいいんじゃないかなと思って見ました。これです。スイートホーム。俺と世界の絶望です。去年2020年の12月18日から配信されてるんですね。全10話シーズン1です。韓国ドラマです。先に言っときますが、これ途中からネタバレします。途中からその時に合図しますんで、そのネタバレ前まではネタバレなしで、まだ見てない人への紹介動画になりますね。内容もほとんど言いません。でも紹介おすすめするという、だからネタバレ前まで見てすぐこの動画消してネットフリックス見てください。まあまだ見てない人はね、すぐ見た方がいい。めちゃめちゃ面白いです。めちゃめちゃ内容はほとんど言わないんですが、一言で言うと化け物屋敷のサバイバルストーリーですね。すごい怖い怖い。でもお化けじゃないの、化け物なのよ。何かの感染で人間が化け物になってしまうというんですが、入り口だけ、ある少年、チョンスというある訳ありの少年、ソン・ガンという人が演じてるんですが、その訳ありの少年がマンションに引っ越してくると。で、ちょっと会って、気がついたら、廊下に化け物がいるという。でそのマンションに一匹じゃなくて他に化け物いるんじゃないかと思ってふっと外を見たら、街中化け物だらけになってたという。そこからそのマンションの住人と化け物の戦い、そしてサバイバルが始まるんです。いやー、まずね、怖いのよ。もうお化け屋敷に入ったみたく、どっから化け物出てくるか分かんない。そしてね、もう戦いもね、まあハラハラドキドキ。もうこれ見るだけでいいんだけど、そっからね、思いもよらない展開がするんです、ストーリーが。で後半になると人間の闇をグーってえぐってくるわけ。いや、この人こんなに闇あんのって。でその化け物、感染症で化け物になるというのをちょっと言ったんですけど、それがまあなぜなるのか分かんないという。だから後半の人間のその闇の部分、人間の化け物性をえぐっていうことで見てる人に判断してほしいみたいな感じなんじゃないんですかね。もう見たら一気見しちゃうかもしれません。化け物も一味違うんだよね。もうね、何回も出てくるから化け物もなかなか死なないから、で何種類も出てくるわけで、同じ化け物じゃないから、なんかね、見てるうちに愛着湧いてきちゃったりするわけよ。そこもうまい。あと女性もいっぱい出るんですけど、個性派もいるんですが、可愛い人がねめちゃめちゃ出る。それもまたねいいの。だからこれね、いろんな面白さがいっぱい詰まってるんで、まだ見てない方、ネタバレなしはここまでです。今すぐ動画を消してスイートホーム、俺と世界の絶望見てください、ネットフリックス。それではまた見た後にここに戻ってきてください。それではじゃあね。はい、ここからネタバレになりますけどね、いやー、まあね、ストーリーの説明とかしません。もういきなりなんですが、まさかあそこで終わると思わなかった。もう完全に続くで終わったからね。まあ完全じゃないんだけど、マンション編が終わるみたいな。一つのものが終わって、また別のものがガタンと動き出して終わったような気がしましたね。だってさ、回収してないのいっぱいあるわけじゃない。あと最後、装甲車が走る中で、主演のヒョンスが目が覚めたら、怪物に殺されたはずのヤクザが隣で笑って運転をしてるという。もうね、続々しかないもんね。もうそれで終わってもうずるい。
もう早くシーズン2やってくんないかって。できればもう撮り終わっててほしい。そしてもういち早くやってほしいもんね。もうすぐシーズン2すっごい見たい。あとまあもう気がかりなのは、軍に捕まったマンションの人たち生き残った。それがこの後どう絡んでくるのか。あとこの物語ってその回を追うごとに新しい住人が出てきたじゃないですか。車椅子のおっちゃんとか、あの車椅子のおっちゃん、韓国では有名な個性派俳優さんなんですが、あのおっちゃんね、感染して化け物になって一回殺されたけど生きてて、最後また殺されたんですが、あれ死んでないよね、絶対ね、絶対にまた出てくる。だってすごいベテランのめっちゃ有名な役者さんだもん。そしておっちゃんの部屋で大きな赤ん坊になってるのいたよね。あれもこれからどうなるかわからない。いやー、そして軍に寝返ってだもう女性、これからもう第2シーズンも目離せないよね。目が離せ楽しみなんだけど、後半もう人間の醜い部分がどん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 出てきちゃうじゃない。だからその形は変異しないけど、本当に怪物なのは人間なんじゃないかという。だから後半は人間がどうして怪物になるかっていうのを、ヒョンスなんかめちゃめちゃいじめられたわけじゃない。でそのめちゃめちゃいじめられたことでいろんな人が苦しんだりしたりするのをもう丁寧に描いてある。だから闇の深さとその怪物になるいろんなものもうそれぞれの出演者でね描いてたけど、でもヒョンスは怪物になんないんだよね。自殺しにこのマンションに来たのに、だん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 心が浄化されていくような気がしました。だからどん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 、あとさ9話ぐらいでヒョンスが翼のような腕になったじゃない、ガーって変異、あれもあそこだけで変異が終わったんで、これからどうなるのか楽しみ。いやー、うまくできてるわ。だから心配なのは、なんかだん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 ストーリーが凡庸になっていかないよね。あとね、音楽の使い方がね、めちゃめちゃ素敵だよね。もうガンガン行くもん、いろいろもうガンガン行く。で静かなシーンではちょっと静かな曲が流れて、ガンガン行く時はもう自然と音量も上がってるもんね。普通に見てたなと思ったけど、すごい音になってたりするんで、この音楽の使い方もね、突き刺さってくるよね。これはね、2回3回繰り返してみたら、また別の新しいものが感じられるんじゃないかと思いました。いやー、見てよかった。早く第2シーズン来てほしい。ここに出てる出演者はね、韓国映画で活躍すると思うんで、一人一人チェックしていきたいと思います。今日はネットフリックスオリジナルドラマスイートホーム、俺と世界の絶望でした。これからもネットフリックスのね、ドラマ映画とかどんどん紹介していきたいですね。あと新しい映画も公開されています。それも紹介していきたいと思うんで、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、チャンネル登録してもらうとね、励みになります。すごい励みになる。あとコメントもお願いします。全部読んでます。全部読んでるっていうか、ほとんどコメントないんですが、すごい励みになってますんで、よろしくお願いします。それでは冷蔵庫マンでした。ひえひえ。いやー、でもね、ネットフリックスね、どのドラマも面白くてやばいねー。